戦国姫紀行武田大番院。ここは小田原市のですね、その伝心庵に葬られたという北条氏政氏輝公の、まあ、墓所、それと、まあ伝承なんですけども、北条夫人という名前だけになって、その、立派な御陵があると、そういう場所になりますね。でちょっと早速見てみますけども、まあ、ここはこの北条氏のですね、最後の当主は、氏直公になるんです。その、まあ、実質的な支配者であった父の氏政、まあ、4代ですけどもね、その弟の氏輝と、まあ、特に氏輝公は猛将ということで、北条氏の中でもですね、屈指の武将ということで知られた武将ですけど、このお二人が、まあ、最後自陣を迎えたと、それをもって、まあ、小田原開城ということなんですが、まあ、お二人についてですね、もう一本ビデオ出してますので、そちらをご覧ください。まあ、本当にいつもお花が絶えないということでですね、まあ、ゴミ一つ落ちてないと、まあ、非常にきれいに整備されて管理されている場所ですので、まあ、こちら小田原に来た時はですね、まあ、手を合わせるにはしてますけども、でまずですね、その大番院という方がどんな方なのかと、まあ、実名がちょっと伝わってないんで、まあ、大河ドラマなんかではよく出ますし、まあ、その有名な女優さんとかが演じてるんで、まあ、ご存知の方も多いかと思いますけども、お墓としてはですね、この一番今見えているこの一番大きな墓碑になりますね。これです。で北条夫人墓としかここには説明がないんですが、この逆に言うと左の2つの小さい方が、右が氏政公、左が氏輝公と、まあ、昔の墓碑ですから、必ずしも大きいものが立派ということではないんですが、まあ、少なくとも当主であった氏政公の夫人の墓がこんなに大きいというのも、まあ、どうかなと。まあ、でもですね、よくよく考えるとこの大番の墓もここにあったわけではなくて、もともと宗雲寺の方に、その亡くなった後にですね、その大番院というのを建立して、まあ、宗雲寺というのは北条氏の菩提寺ですよね。そちらの方に大番院というのを建立したそうなんですよね、もともと。だから葬られたというか、移動してここに来たという形ですから、別にこのお二人に対して大きなものを建てたというよりは、移動してきてですね、たまたま向こうでこういうお墓、まあ、ちなみに宗雲寺のお墓は今立派に整備されてますけども、そこも、豊臣方にだいぶ破却されたようですので、当時のままということではないんですけど、立派に整備された大きなお墓が、ありますけども、まあ、行かれた方はね、分かると思うんですけど、まあ、その他に、その宗雲寺の中にですね、その大番院というものがあったようですけども、まあ、何しろこの方の場合はですね、まあ、武田家と北条家、まあ、武田氏も北条氏もですね、お互い、まあ、北条氏は北条氏の都合がありですね、武田家も武田家で、まあ、非常にお互い苦しい時期でもあったわけですよ。それでこの、まあ、同盟をですね、まあ、戦略結構ですよ、政略のためにですね、まあ、自分の長女をですね、氏政、まあ、四代当主に嫁がせると、まあ、それをもってですね、まあ、北条と武田の和を望んだわけですけども、まあ、結果的に武田と北条というのは、味方になったり敵対したりと、まあ、上杉や今川、まあ、他の大名たちの絡みもあってですね、ちょっとその時代によって違うんですけど、信玄公の時の場合はですね、この大番院を送り込む、自分の長女を送り込むということでですね、まあ、その安定を保とうとしたということになりますけどもね。まあ、大番院といえば、まあ、北条家に嫁ぐ際にですね、まあ、例の三坂峠越えをしたわけですけども、なんと1万人の行列で輿入れしたということで非常に有名ですよね。1万人って言ったら後の世でいう、まあ、大名行列もですね、かなり、まあ、大名ですから万石以上なんですが、かなり大きなクラスの大名でもないと1万人を超える行列というのはなかなか輿入れでは見られないと、まあ、それほど、まあ、大番に対する長女ですからね、信玄公からしたら、まあ、非常に自分の大事な娘を送り出すということで、まあ、そのもしかしたら場合によってはね、こういった時代ですから、もしかしたら二度と会えないかもしれないと、まあ、そういうこともあってですね、大番の、その有名な行列ができたという話なんですけども、まあ結局12歳というそのまだ子供ですよね、今で言ったら。それで、まあ、氏政という方が、まあ、その時はまだ氏康公だったんですけど、三代当主がいましたから、まあ、その嫡男、まあ、次世代の当主に嫁がせるということでですね、まあ、武田氏も安定を図ろうということだったんですけども、その大番院と氏政公自体はですね、やっぱりよく言われるように、その、まあ、仲は良かったということで、まあ、お子さんにも恵まれてますし、まあ、ただですね、まあ、要するに
徳川方というか今川方というか東海地域がですね、まあ、かなりいろいろ荒れてきている地域で、まあ、これは武田方の勝手な都合なんですけど、まあ、要するに今川、要するに駿河が欲しかったわけですよね。で今川義元が亡くなった後にですね、この要するに三国同盟っていうのが崩れてしまって、要するに北条、今川、武田と善徳寺の会見でやりましたよね。あれが、まあ、ものの見事に崩れてしまって、まあ、北条氏としてはですね、まあ、今川と、まあ、もともとは縁者でもありますから、まあ、支援をしたいところなんですが、武田と組まないとですね、やっぱり、背後には、まあ、関東、まだ関東管領、あと上杉氏がいたので、まあ、そちらへの警戒もありましたから、武田と組む必要はあったんですよね。だ三国同盟っていうのはよく言われるように、お互い背後を固めるという意味ではいい同盟だったわけですけど、まあ、話の元としてはですね、摂西善治あたりが、まあ、作戦を練ったんでしょうけど、お坊さんといってもあの方は軍師ですからね、この方 の、 あのお声掛けとかでですね、さすがにあの、その善徳寺の会見では三者があったということになってますけどね、あの三国の総大将が3人同じ場所にいるっていうのもちょっと不思議な光景だと思いますけど、あまり普通ではありえないですよね。武田信玄、北条氏康、今川義元、この3人が同じ部屋の一室に、まあ、摂西善治はいたんでしょうけど、3人が一緒にですね、話を交わすと、そういうことは普通ない時代でしたから、まあ、ちょっと特別な異例とも言えるような、対談、会見、まあ、同盟だったんでしょうね。まあ、そういうことでですね、ちょっとその今川、徳川はまあちょっと後のようなんですが、ちょっと今川に関係してるんで出しましたけども、大場がですね、まあ、結局その三国同盟のその覇気の元になる今川義元の討ち死ですよ、桶狭間、まあ、それから駿河がガタガタしてですね、まあ、あの当初は氏真公が継いだんですけども、どうもその駿河が収まらないと、そういうことでその徳川と武田で、まあ、駿河遠江をまあ割譲すると、旧今川領ですね、大井川を挟んで駿河は武田信玄と、まあ、ただその前にその駿河を欲していた武田家としてはですね、要するに、まあ、徳川と北条のその間に入ってですね、まあ、なんとかあの先を越されまいとしてたんですが、まあ、北条も手が早いですからね、まあ、そういう意味ではちょっと出遅れしたんですけども、で大場の話にちょっと戻りますけども、まあそういったことでですね、その結局三国同盟が崩れた後に、まあ氏康としてはですね、まあ、オバインとその氏康、要するに北条と武田のまあ敵対関係をまあ認めるというか、もうオバインをあの会へ返しちゃうんですよね。まあ、それによってまあ結局北条と武田がまた敵対すると、せっかく三国同盟でまとまったのに、まあその今川義元の死を機にですね、崩れてしまったと。まあ、そういうことでオバインはあの結果ですね、オバインはこの地で亡くなったのではなくて、まあ、海へ戻されて、それからあのこちらへは帰ってきてませんから、どうやらその27歳ぐらいで亡くなってるんですけども、まああちらのですね、まあ、今あのオバインっていう実際あの建立された小さな寺院がありますけども、まあ海の方で葬られたと。ですからこれはお墓というなればあの供養ですから、まあ、供養と墓碑になるんではないかなと私は思うんですけどね。ちょっとお墓とはっきり書いてあるんで、まあ、お墓供養ともお墓なんですけど、ですからオバインがここにあのこの整備されてますけど、まあ、総運寺なりこの電信庵なりここに葬られたということではなくて、まあ、その追善供養ですね、その供養墓碑ではないかなって思うんですけどもね。まあ、実際あの五輪塔なんかもあって、大場院あの現在の海市になりますけど、まあそこでちょっとしたですね祠があってですね、まあ、立派なというか、墓になってますので、まあ、あのもともとその大場院というまあ院というかその号ですね、方号ですよね、あの実名がちょっとわからないんで、おそらく長女でね、武田信玄の長女の名前がよくわからないっていうのは変な話ですけども、まあ、そういうことでですね、ちょっと大場院について話をしましたけども、まあ、実際はこういう感じですよね。一番これ大と書いてありますけど、これ大きさのこと言ってますよね。小中って言ってもほとんど一緒ですよね。ですからさっき言った通り、あの別の場所にあったんで、そのね、これでお二人よりも大きく作ろうとして作ったんではなくて、もともとこういうサイズというか大きさだったものをこっちへ引っ越してきたと、ということでここが今整備されている形になりますね。はい、大場院の、伝承ですけども、五輪塔がある、北条氏政公氏輝公の、墓所からでした。